その気持ちから生まれたっていうところが今までと全然違いますね。気持ちがもっと前向きになる、シンプルだけどもすごくこう上質で日々満足して乗ってもらえる。例えばですけど、今までとちょっと違う道を通勤だったり買い物の時も通ってみたくなるような、この車自由だって感じるなっていう、それぐらいにデザインを高めていきたかった。そういう強い惹かれで外でいろいろやっぱ見ないと高いとこ見れない。この車なんかいいなって思ってまず興味を持ってもらえる。サイドのシルエットで佇んでる時にとにかく美しいベゼルっていうのを作りたかったですね。ちゃんと守られるところは守られて、その中でも開放的なもの、自然を感じるようなところはちゃんと残しながら一番いいバランスというところを見つけてきたつもりです。本当に大きなテーマだったので、そこにはかなりこだわりを持って何回も繰り返して、自然の中のそよ風のような本当に気持ちいい風をイメージして、移動しながら光を感じるっていうところが、まあ、車が持っている特別なあの光の感じ方だというふうに思っていたので、ストレスって与えてはいけないと思うんですよ。なんとなく肌で感じていただけるかなという思いで進めています。ターゲットにしている層が本当に使いそうなものとか好きそうなものっていう目線を必ず持って、まあ車を通じて生活が楽しくなっていただければなと。今あるライフスタイルに寄り添って、あのさらに気持ちが上がってもらって、その人の好きがどんどん広がっていくっていうのがまさに実現できるんじゃないかなと思います。